してたあの頃、本当あの優しさの意味を知らないでた私。都会の雑踏の中にきらめく目をサイン、あなたからのサインを見逃していました。あの時あなたに答えていたら、今の私はどんな風に暮らしていたのかな。花いたな街の中、夢と恋を探してた。当たり前の優しさに気づかなかったみたい。たくさん届くメールの中、どうでもいいような話、あなたの大事な話を気づかずにいました。あの時あなたに答えていたら、今の私はどんな風に暮らしていたのかな。ありがとう。過ぎてゆく時間の流れ、まだ間に合うかな。今頃になってあなたを追いかけても、この声があなたに届きますように。